今川元氏元弘3年4月8日は、鎌倉時代の武将。三河国はず郡今川荘に起こった今川氏の第二代、当主。今川国氏の嫡子。幼名は、竜王丸、元服後の通称和太郎。父より、今川荘を継いだ。元氏までは、今川荘に居住したが、やがて、遠江国引間荘に移住したという。後に、駿河国、遠江国で、守護大名、戦国大名となる今川氏の発展の端緒を開いた。寛政十州諸家父の元氏に関する項目には、元弘3年4月8日、即居、宝郷、五穀三寺伝決心、ありえということ以外に記述がほとんどない。しかし、父親である国氏については、同父の記述及びその元となったと考えられる、今川記の記述において、国氏自身の事績とされる、弘安年中の足立康盛の乱の際の選考が存在する。これについて、実は下月騒動が、弘安8年の出来事で、国氏死去の弘安5年の後に起きていることから、国氏の選考記述は誤りとされている。すなわち、年代を考えれば下月騒動終結後にこの選考の恩賞として惟康親王より、遠江国引間荘を与えられたのは、元氏であったと推定される。そして、この元氏の子供たちの代から、遠江国を拠点とした今川氏一族の活躍と発展が顕著となる。例えば建武2年中仙台の乱に元氏の5人の男子のうち長男来国は、遠州祭を中山の戦いで敵将を討ち取る功名をしたが、この来国を含め兄弟3名までが、武蔵国小手、指原の戦いや相模川の戦い等で戦死した。来国の嫡男、今川頼貞は、丹後、田島、稲葉の守護に任命されている。伊尾則国も駿河、遠江両国の守護職に任じられた。通説では5人の息子が生まれ、末子則国が後を継いだとされる。ただし、大塚功は、元氏の子は4人とし、兄弟順は次のようにする。ありがとうございます。